な、来ました夢の島、誰が投げても釣れる。で今回はサンズさん、ハスビジュアルっていうチャンネルのサンズさん、ハスビジュアルというチャンネルとコラボします。今回もちょっとこれがかかってるからね、頑張りましょう。よし、どう、せーの、えいえいえい。はい、着きました。サンズさんです。サンズさんです、自分で言っちゃうんだ。サンズさんとビジュアルさんは、はい、今日はちょっといつもこの2人、まず仕事バカと撮影バカなので、仕事バカと撮影バカは あんまり2人とも釣りしてないんで、今日は存分に楽しんでもらおうと。今日のカメラマンは俺。今当たりましたね、草やった。ダッサ。そう、待って、その草のピロピロピロってなるとあ、追いかけてるって言ったっけですね。言ってない、言ってない。言ったやん、映っとるやん。言お、あの人釣ってる。なんでなんで。なぜ。おかしい、おかしい。びっくりした。しかもなかなかでかそう。でかそう。え、でかいやつや。え、でかいやん。でかい。タモー。タモー。男の人呼んで。お、でかい、でかい、でかい。おお。おお。おお。イエーイ。俺が来たぜ。やったー、イエーイ。で、あの開会式的に1匹狙いに来て、はいはい、まあ三塚さんが、はい、いい感じのバス35ぐらいの釣ったから、はい、行きましょう。この動画は釣り素人の3人が本物の釣りバカになるまでを記録した動画です。さあ、ということでやってきました、はい、ここからが、まあ、やっと僕が投げれるわけですか。ここからがこの島の真骨頂ですよ。投げれば釣れる、ね、この島の真骨頂は野池が面白いんですよ。ただね、水濁ってるからね、多分関係ない、微妙。いや、濁ってる時ここ一切釣れないから、いつもはバカみたいに釣れるけど、前回より濁ってるかな、これ。あー、これ厳しそうだ。いや、春、あ、いた。これ春の巻き、うん、スピナベ一発目一個バイブか、あの巻きもあそこに、あ、いつ、あ、ね、あの右、ね、あの右奥いつも溜まってたの。まあでも今回も溜まってるとは限らないけどね。あ、ユーピーもう行ってる。うわ、ラッキー。おお、いいとこ行った。ライン巻き替えたら飛ぶよ。あ、いいよ。え、当たりない、ね、わあ、じゃあ微妙だ。あ、もう一発目で当たるもん。あ、これ今日微妙。僕ちゃん今日微妙っす、これ。一投目で 100% 釣れてたけ、今日もここは微妙だ。ああ、島、ここってやっぱ濁りにナイーブなバスがいっぱいいるのかな。いや、どんな季節で来ても着水と同時に食ってたぐらいなんで。で、夏ここブワーってね、リードがね。うわ、これ微妙だな。今日はダメっす。着水同時で飛び出てくるのに、いつも。あ、でも UP の作戦いいかもしれん、あれ。あっち行く？ガマカツから新しく出た。ガマカツルアー第2弾の。へえ、めっちゃいい動きしてたよ。早巻きで 1.5 メートル。ゆっくり巻きでなんかバジンクランクみたいな。へえ、投げて。早く巻いて。高速リトリーブでちょっと沈みますよ。木村くんの暴走が始まってる。もうあんなとこ行ってる。そしてそれを追う陽雷さん。お、お、マジマジ釣れたー。ミシャンさん、イエーイ、おえー、ミシャンエー、それブルギルかい。
わ、この場所第1号やったあ、白い、めっちゃ白い。わあ、向こうビジュアルさんが釣ったみたいな。ライン巻き替えたばっかりえぐいぐらい飛ぶ。そう。じゃあしゃい。うわ、えぐいぐらい飛んでるね。あそこのさ、排水っていうか、あのアウトインレット、あそこら辺が毎度釣れよったっけ。まあでもここら辺でも釣れよったっちゃけどね、どこ投げても。まあこれだけ人数おるなら。あ、でもなんか行きの醍醐味じゃないよねこれね。提灯しても釣れそうじゃないか。確かに行きの醍醐味ではない。おっしゃ、おっしゃ、おー、来た来た、でかいんじゃないこれ。でかい、おー、でかいんじゃないこれ。でかい、頑張れ頑張れ頑張れ。おー、でかいんじゃない。おー、でかいの来た。めっちゃ引くやん。めっちゃ引くやん。いや、そうでもない。あ、でもいいサイズ。おいしょ、ナイスパス。いいサイズ来た。レベル35ぐらい。あ、どうですか。じゃブリブリなだけで、うん、あのね、重かったっちゃ。お、ムネオくんも釣ってる。あっち来たんじゃない。フィーバー来たんじゃない。フィーバー来たんじゃない。フィーバー、フィーバー、フィーバー。キムはやっぱ釣るね。気持ち向こうも釣ってる、でかいって。お、いいじゃん。うん、ナイスバス、ありがとうございます。はい、よし、寝かかったか、寝かかったか。バスでか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 。多分寝掛かり外したら外した瞬間に来た赤だ赤、ウェイ、赤だ赤、ウェイ、ほらだって外掛かりやもん、はい、外れた瞬間なんですね。外れた瞬間に来た、ウェイ。これ入魂。おお、やった。入魂やった。ごめん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 。イエーイ、あったーす。おっしゃ、来た来たあんな遠くに遠投してきたよ。アディアー。なんすかこのナスがママのバス。ファイトとか関係。ジャリバイブでドーン。おお、ジャリバイブじゃないです。わ、目に水入った。あ、魚汁入ったですか。これ新しいザリバイブっすね。お、新しいザリバイブ。水の中で立つやつ。水の中で立つ。はい。え、どういうこと。今まではこう、はい、ペチャってなってたんですよ、はい、それがこう取って立つんですよね。へえ、重りの位置とかで。ですです。それのボール中ですか。お、あ、抜けたアホがいる、あそこに。あそこだけアホの人だ立つザリいいよ。マジですか。いいですよ。やった、イエーイ、1匹目来たー。ちょっとポポ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 、よいしょー、2匹目ゲッツー。ブレイクがあってゴロタなんだ。お、マジ、そこで釣れようって言って。多分溜まってるんだよ。うお、あのね、ちょっと内緒だけど、うん、投げるたび当たるんだよ。マジ、うん、それ前ね、向こうの木の下にあってたことなのかもしんない。向こうの木の下。あ、本当だ。でさ、うん、ここのバスめちゃめちゃ引くやっぱ。引く引く。ここ横やね。あれぐらい引くもん。俺だって今のサイズでクラッチ何回できた。そう。そんなや。でね、ガーンってこう本当に食いに来てる。もう本当。あ、徳ちゃん釣ってる。マジ？当たった。向こう。うん。マジ？また当たってんの？